じゃあ二次サバ行きますか。あ、アンジュさんだ。よし、まずは挨拶から簡単な、ひまわりさんと、海田さんがいるんですね。こんばんは。これが一番なんか特に意識してないさらっとした大人の挨拶と見た。あれ、あ、早い。何おはごさん、こんばんは。こんばんは。海田さん、いや海田さん、うわーうわーうるせえこんばんはが見えねえ鼓膜破れたのでつつじ触れるか嫁にもらってください。責任取って、なんていうの、用紙に入れて、違うな、あ、席入れてください。そうやな、普通に斜めになしてに情報量がやべえって、情報が飽和してるんですけど情報が飽和しているすみません、よかったら慎しいただけませんかまあ、つつじで席入れなくて済むなら。アンジュさんにはこういう風に対応しなさいって教科書に書いてあった。うん、ムカつくなそれはそれはお、それ声に出す必要あったかそれ黙って言うことできんかったかな、海田くんそれ言っちゃった、言うからいけないんだよ。ちょっと待ってちょっと嫌な感じだったかこれ。アンジュさん、あれアンジュさんあれ、じゃあアンジュさんからの、いやちょっと待って、なんか次の気持ち悪いメッセージが来ないんですけど。でも花くれるってことはさ花をあげる行為ってさ、チラ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 花をくれるってことはって言ってた。おいおいおい、大丈夫だった？ちゃんとキモい返事考えてた。婚姻届、アンジュサイン済み。オッケーオッケーオッケー、ええやんええやんやった、本当助かります。もらって大丈夫なやつです。余ってるならで大丈夫です。急に、ま、なんか急に常識人になるの怖いよな。よかった、アンジュさんがちゃんとキモい返事考えてくれてて、やったー、普通に助かります。マジでもらって無限に増やせるので全然大丈夫ですよ。と、新サバの入り口まで来てもらえれば。勝ったでしょ、これ勝ちでしょ急にビビったやつ保険かけてないけどね。でも本当に迷惑だったら申し訳ないじゃん。保険じゃねえし、別に先輩としての気遣いだし私も余ってるんだがもらってくれないだろうか。アンジュ振られるのが怖いか。別にビビは別に、は別にビビってねえし、はてか振られねえし、は意味わかんねえし。アンジュ一人しかいないのに余ってるの、ちげえし。行くぞ、階段いた、くそこれ勝ちでしょ。甘いですね、アンジュさん。僕もキモい返事には少し自信がありましてね。ナチュラルボーンキモリストに勝てるか。いや、僕もナチュラルボーンキモリストなんですけど。今入り口付近来ました。
とりあえず最初は普通な感じで行って無言で婚約届、婚姻届渡して逃げよう。アンジュさーん、あ、いた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 、はい、アンジュさん。妖怪みたい、穴の中から見てる。あ、とりあえず、あ、あ、これと、これと、これと、これ。お待たせ。待った。あ、あ、どうも、あ、すいません。あ、すいません。すいません。すいません。お待たせ、待った。生のやつや生のやつやふふんはちょっとキモいかな。そう、苔に、骨粉を撒くと愛が芽吹きます。間違えた、ツツジがたまに芽吹きます。さあどう返す、アンジュさん、このキモい返しに。え、ちょっと待って、どういうことこ待って、どういうこと、苔に骨粉を撒くと愛が芽吹く、どういうことどういう間違い。え、ちょっと待って、え、は普通に意識するぞ、殺すぞ、ちょっと俺許せねえよ。やばいやばい、ちょっと待って落ち着こう、話し合いましょう、アンジュさん。ちょっと待てよ。は？は、話し合いましょう。あ、アンジュさん、話し合いましょう。どういう殺すぞ。どうし、なんて返事したらいいんだよそれ。ちょっと待てよ、辻がたまに芽吹きます、私に芽吹いた愛はどうすれば。ちょっと待て、どうしたらいいんだこれは。何ですかアンジュさん、なんか言ってくださいよ。え、ちょっと待って、なんて返せばいいんだ。普通にちょっと動揺、ちょ、おい、これで婚姻届出したら普通にちょっとキモいやんねー。なんか言ってくださいよ。おい、キモい会社は放置されるのが一番きついんだって。いいや、もう ここは見なかったことにしよう。アンジュさん、このキモいのを言った状態でそのまま放置されるの一番きつい。アンジュさん、これお礼、忘れよう、一旦見なかったことにする、お礼です。無限に増やせるんで、に使ってください。オッケーオッケー。アンジュさんやばい、フリーズしてしもた。アンジュさん、この突っ込むか、あのキモラリーするか。アンジュさん、これお礼です。ハハ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 ハ。ゾエニグやば、やべえこと言ってる。増産してにからオフィシャルサイトはやべえんよ。それは犯罪なんよ。これでも敗北だな。用意周到すぎた、アンジュさんが。多重婚しちゃう。すでに戦いが、アンジュさんはきっともう戦いの準備をしてきてたんだよね。おい、強いぞ、思ったより強いし、ちょっとなんか動揺した時点でもうちょっとあんま頭回らなかったから、もう負けでいいって。あ、いや待ってよ、考えよう。オフィシャルサイトで売ろう。
もう戦いが始まった段階で負けてたんだよ、アンジュさんに。敗北だ、完全な敗北だ。いやー違うな、ダメだ、いいわ、ちょっと分かんなくなったからいい、いいわいいわ。寝取られってこと？いやいいわ。でもさ、ひまわりさんいるしな。いやでもひまわりさんいるしやめよう。やっぱね、誰でもいる場所で言っていいことじゃないからね、そこら辺意外と常識あるから。